どうも安藤です。今回はなんかやたらと難しかった記憶のある針山四層の17神を攻略解説します。針山四層は難しいというより神位の制限下での竜への回答をしっかりと用意していないと詰むという感じです。さて編成はこちら。コンセプトはガチャさんの限定白娘と限定武器を一切使わないことです。武器は入手性を考慮してゆかり武器を優先しています。これが最適というわけではないのでご注意ください。最も重要なのは星6釜の勤務場です。厄介な竜は勤務場の大破特技による猛毒のダメージのみで倒します。武器は再配置時間が短縮される加速器蔵の水釜を採用しました。この武器は夏イベントで配布されたものです。定期的に復刻するはず。あるいはもちろんタルタロスの初期装備である奈落の真空釜があればそっちがベストです。次に重要なのは竜以外の敵を倒すメインアタッカーの養生です。この枠は正直割と誰でもいいです。ちなみに一番おすすめなのは鬼ヶ島です。この動画では私が動画で使う白娘をある程度統一したいので私がよく使う養生をあえて使っています。残りの5人は寄生さんと射程バフなどを持つ白娘を優先して採用しています。重要なことを忘れていました。勤務場の再配置時間を短縮するために福岡城を採用しています。夏白露城がいればもちろんそっちがベストです。他には彦根城を絢爛彦根城に変えられたらめっちゃ楽になるのでおすすめです。余った編成枠は適宜ご活用ください。射程バフをもるも石、火力をもるも石です。それでは合戦に参りましょう。開始したら動画のように並べます。順番は養生が最後なら何でも OK。 その後彦根城を最大化します。ここで最大化できないなら規定限施設が不足していると思ってください。続いては肥前名古屋城を最大化します。プランとしては勤務城の大破特技によって竜が動き出す前に倒したいです。勤務城の大破特技は5回で竜を倒せます。前4回でほぼ禁止まで行きますが、勤務城を最寄りの近接マスから竜に届かせるためには結構射程が必要です。この動画では肥前名古屋城と小早川城の射程バフにより届かせています。ゲレシ城はどちらかというと肥前名古屋城の射程を届かせるために入れているという感じです。さて勤務城を竜が動き出す前に5回差し込むためには早めに準備しなければなりません。目安としては大体初手に置いたゲレシ城コンが最大化する頃には差し込みを始める必要があります。そのため何より規制算が重要です。小早川城は計略が使えませんが射程バフだけでなく規制算のためにも重要です。また冒頭に絢爛彦根城を使えると楽になると言いましたが、これは絢爛彦根城の方が彦根城よりも断然規制算能力が高いからです。さらに全体の射程バフと火種上昇でバフもあるので絢爛の方を使わない理由がないです。ここで小早川城が4回巨大化した時点ですぐに撤退させます。右下の赤大砲が移動したので右側が安全になります。勤務場を置く予定のマスに小早川城を届かせるために撤退再配置しています。動画では気力が足りないので養生の巨大化はあえて2回で抑えています。勤務場を適当なマスに置いて4回巨大化させて撤退させます。そしてゲレシシオが最大化したのを見計らって差し込みを開始します。この状態だと勤務場は4回巨大化で十分届きます。あとは余った気力で養生を最大化すれば OK です。勤務場を配置する記憶を必ず常に残すようにしましょう。養生の特殊攻撃は毛虫に使うことを意識すると良いでしょう。動画では忘れているので悪い例です。また養生の最大化すらも完了した後は彦根城のトークンを竜に差し込むと良いです。これをすることで竜の動き出しをほんの少しだけ遅らせることができます。この意味がわからない人は気にしなくていいです。忘れてください。あとは勤務城を最速で差し込み続けていれば OK。 勤務城は最大化してもいいけれど再配置時間を考慮すると4回で止めたままの方が良いかな。あんま変わんないと思うけど
レベル1金カラス城と海洋シャレな戦法を使える人は使ってもいいと思います。解説は以上です。少しでも参考になったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。引き続き最後までお楽しみください。Yeah.